レニアーノ市にある、レニアーノの戦士像、アルベルトダ・ジュッサーノは、12世紀に、北イタリアのロンバルディア同盟軍を率い、レニアーノの戦いにおいて神聖ローマ皇帝フリードリヒ一世、バルバロッサに勝利したとされる伝説的な人物。ロンバルディアの英雄とされ、リソルジメント期には、イタリア解放の象徴とされた。ミラノ近郊、ジュッサーノ出身とされ、名については、 アルベルト・ディ・ジュッサーノとも表記される。アルベルト・ダ・ジュッサーノについて伝統的に語られてきたことはおそらくは14世紀にミラノの年代記作者たちによって生み出されたものである。それによればアルベルトはレニアーノの戦いにおいてミラノのシンボルとなる神聖な戦車カロッキオを防衛するための死の中隊を組織したとされる。しかしながら史実において フリードリヒ一世との戦いで、ロンバルディア同盟軍を率いたコンドッティエーレは、グイドダ・ランドリアーノであった。資料上、アルベルトダ・ジュッサーノという人物の名が、初めて確認できるのは1196年のことで、ある。気候旅団、レニャーノのエンブレムジョズエ・カルドッチの詩、デラカンチョーネ・ディ・レニャーノにも登場する。1900年には、レニャーノに、レニャーノの戦死像が混流された。 作者は、エンリコブティ。しばしば、アルベルト・ディジュッサーノ像とみなされる。イタリア王国海軍のコンドティエレ、休憩巡洋艦、アルベルト・ディジュッサーノにその名前が使用されている。また、イタリア陸軍にあった、気候旅団、レニャーノは、エンブレムに、レニャーノの戦士像のイメージを用いた。イタリア北部の地域政党である北部同盟も、そのシンボルとして、レニャーノの、 レニャーノの戦士像のイメージを用いている。この他、レニャーノの戦士像のイメージは様々な組織で使われている。イタリアの自転車メーカー、レニャーノ社のエンブレム、レニャーノのプロサッカークラブ AC レニャーノのエンブレム、などである。ありがとうございます。